どうもチョッピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。前回の動画でその引っ越し前の物件としっぽりですねお別れをしたわけですけども、今日から新しい物件での撮影になりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。まあいつも通りの感じだと思うんですけど、こっちに来てから何にもですねできてないんですよ、作業が。別に僕カッコつけようと思ってないんで、もうまるっと全部見せるようと思うんですけど、ぶっちゃけ汚いんですよ。汚いんで、見たくない人はですね、今すぐブラウザバックして他の動画見るようにしてください。はい、せーの、ドーン。あ、僕の顔いらないです。せーの、ドーン。まあこんな感じになってます。こんな感じになっておりまして、結構恥ずかしい限りですね、僕としては。2年間もですね、ミニマリストとして何もない、ほとんど物がない部屋っていうものを体験してきたので、逆に今、物が結構なんかこう、雑に置いてある部屋をちょっと体験してみようかな。まあ、どんな感じなのかなというふうに体験してみようと思います。誰得なんでしょうね、この動画は。まあ、やっぱクールな音楽っていうのはスピーカーで聞くのもいいですけど、イヤホンで聞くっていうのもまたいいですよね。イヤホン、え？どこだろう？イヤホンどこだ？イヤホンどこだ？イヤホンがなくてもスピーカーで聞けばいいか。今までの動画でちょっと僕がやっているメンタルノートの書き方、心の断捨離のやり方ちょっと教えてほしいっていうのがあったので、それをシェアするためにちょっと今のうちにノート復習しといた方がいいですね。ちょっとまとめておきましょうかね。よっこらしょ、よっこらしょ、これかな、うん、よいしょ、よいしょ、ちょっと今情報整理してて、頭が今圧迫しちゃったので、ちょっと横になって昼寝したいと思います。はい、ベッド、まあ睡眠はちょっと我慢するとして、じゃあエネルギーをとってちょっとスッキリしたいなというふうに思います。あれ、コップどこ、え、コップマジでどこ、あれコップ、ああ、まあ見つからないんだったらまあいいや。せっかく引っ越してきたんで、ちょっと SNS にアップして、友達知り合いにシェアしたいと思います。はい、チー。いや、この絵はひどい。あ、そういえばまだこの物件引っ越してから、まあまだ1日ですけど、掃除まだしてないんですよね。なので、僕のお得意のですね、ちょっと雑巾、ワックス掛けをしたいと思います。はい、見つかった。速攻見つかった。はいはいはい、雑巾も、はい、見つかった。速攻見つかった。はい。で、まあこれをここにつけて、これを掃除する。めんどくさそう。なんかこう、まあとりあえずなんか床のものを整理してから、また掃除したいと思います。まあいいや、まだ何もできてないけど結局。いや、ちょっと仕事しよう。はい、という感じでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。今回の内容はそのミニマリストが云々というよりかは、引っ越ししたてあるあるという感じだったかなというふうに思います。ミニマリストだからこうなったみたいな、そういう話は全然ないので、今まで引っ越しした方ならまあ大体は共感していただける内容になったかなというふうに思いますんで、ミニマリストじゃない方たちもファンに取り込めたんじゃないかなというふうに思います。いくら他の人と比べて物がないからといっても、結局は整理整頓されてないとどこに何があるのかっていうのが把握できなかったり、やっぱりそのやりたいことっていうのがスムーズにいかなくなったりするんだなっていうのがちょっと分かりましたね。はい、なのでミニマリストとシンプリストの組み合わせ、これが最強なんだなっていうふうに思います。今はちょっとかなりこう雑な感じになってますけど、まあこれからですね、整理整頓だったりとか、そういうのを含めて、ちょっと進めていきたいと思います。まあただ日数はかかると思いますんで、なんかその動画一つにまとまるというよりかは、なんか気づいたら綺麗になってるねみたいな、まあそういう感じになっちゃうと思います。その準備ができるまでは、皆さんこの動画
まあ、僕のチャンネルにありがたいことにコメントをいただいてるんで、そのコメントに対して、僕なりの考えをシェアしたりとか、僕の体験談をシェアしたりとか、まあ、そういうことをですね、ちょっと今後しばらくやっていこうかなというふうに思います。ということで、またこの家で進展がありましたら、またそれもシェアさせていただきますので、ぜひぜひ、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。